かかること？まずはブラックソーンと話してみるか。ブラックソーン、ちょっといいか。なんだ、今忙しいんだが。オーガストから手紙をもらってな。あんたがやる気を取り戻した後も苦しそうな顔をしていると。まだ引っかかってることがあるんじゃないかと気にしていたようだった。何かあるなら俺に話してくれないか。あのおせっかい野郎め。見抜かれてたなら仕方ねえ。実はな、あの時カローンが仕入れた商品の中にもう一つ気になる一級品があったんだ。それは？一見すると不格好な片刃の再建だが、その刃は見たこともないほど研ぎ澄まされていた。鋭いってもんじゃない。あの剣で切られようもんなら、下手すりゃ切られたことすら気づかないかもしれん。そんな剣がどうやってあんなものを生み出したのか、それがどうにも気になってよ。ブラックソーン、その剣のことが分かればこれからの仕事にも活かせるか。それはそうだろう。なら俺が調べてみよう。あんたにはいつも世話になっているからな。それにいい武器が揃えば、その分みんなも助かるはずだ。クライブ、改めて頼む。片刃の再建のことを調べてみてくれ。ああ、わかった。剣を仕入れたのはカローンだったな。また話を聞いてみよう。カローン、話がある。なんだね。先日仕入れたという武器について教えてほしくてな。なんだ、またその手の話かい。ブラックソーンが言うには、不格好な片刃の再建ということだったが。ああ、あの剣のことか。あれは外大陸で作られた舶来の品でね、収集家から頼まれて仕入れてたんだ。とっくに売っちまって残ってないよ。誰に売ったのか教えてもらえないか。客の話をするのは気が引けるが、他ならぬあんたの頼みだ。何か事情があるんだろう。いいさ、教えてやる。イグナーツっていうダルメキアの豪商さ。武器の収集家として商人の間では名の知れた男でね、今はダリミル宿場に滞在してるはずだよ。ありがとう、カロン。やつはなかなか気難しい男だ。会いに行くなら気をつけな。そうしよう。イグナーツはここに滞在してるはずだ。探してみよう。消えたって噂は本当か？俺の仕事なくなっちまうんじゃ。落ち着きなよ。このままでは私の面目が丸つぶれだぞ。イグナーツ様、どうか落ち着いてください。もしや、あんたがイグナーツか。誰だね、君は。私は忙しいんだ。話しかけないでくれ。申し訳ありません、お客人。イグナーツ様は、もともと気難しいお方ではあるのですが、さらに問題が起きておりまして。ラディム、いつまで話してる？早く帰らせろ。はい、ただいま。申し訳ありません。続きは部屋の外で。
何かあったのか。ええ、イグナーツ様の荷物が野党どもに奪われてしまったのです。このままでは宿代すら払えませんし、何よりあの荷物には貴重な品々が。その中には片場の再建もあるのか。カローンという商人から買い取ったはずだが。はい、確かにそのような品も。そうか、では俺が取り返してこよう。本当ですか？それは助かります。傭兵を雇うお金も奪われ困り果てていたのです。その代わりと言ってはなんだが、取り返せたらイグナーツと話をさせてほしい。ええ、取り返していただけるなら私にお任せください。野党に奪われたと言っていたな。そいつらがどこに向かったかわかるか？町の噂によれば、ベルクロイ砂漠の一角に悪党の寝床と呼ばれるところがあるようです。荷物を奪った野党たちもおそらくそこにいるだろうと。悪党の寝床か、わかった。無事に荷物を取り返していただけたら必ずイグナーツ様にお取り次ぎしますので。あ、頼む。どうかよろしくお願いします。あの貴族が雇った傭兵か。こんなの奪われた荷物か。どうやら手つかずのようだ。よし、ダリミルへ届けてやろう。そうかそうか、君が荷物を取り戻してくれたのか。傭兵、名を何という？俺はワイバーンで通ってる。なるほど、強そうな名だ。ありがとう、ワイバーン君。感謝するよ。報酬は何がいい？金か？宝石か？いや、話を聞きたいだけだ。何？
話だけでいいのか。ええ、片場の再建のことについてお話を伺いたいそうです。あの美しい剣のことか。カローンとかいう商人にふっかけられはしたが、実に良い買い物をしたよ。あの剣は外大陸で作られたものでな、聞くところによれば外大陸には独特な武術の流れがあるらしい。その流派は剣を長く使い続けることが念頭になく、一心一卒で使い捨てるという。だからこそその刃は極限まで研ぎ澄まされる。そこに我々の文化にはない美があるのだ。その美はどうやって生まれるんだ。おお、刃のように鋭い質問じゃないか。それはな、砥石だよ。砥石を粗いものから細かいものにいくつも持ち替えながら、幾度も研磨を施し、美しい刃へと仕上げていくそうだ。ただしその砥石は特別なもの。バリスゼアでは取れない石を使っている。たやすく真似することなどできんだろう。そうだな、荷物の霊が話だけとは忍びない。どれ、その砥石を少しくれてやろう。仕上げに使う砥石のかけらにすぎんが、それでも非常に珍しいものだ。大切にするがいい。ありがたくいただこう。イグナーツ様、そろそろ宿を出る支度をされた方がよろしいかと。そうだな、私には長年珍しい武器を競り合っている相手がいる。奴に負けぬためにもすぐに次の品に狙いを定めねばならんのだ。あんたみたいな収集家が他にも。バイロン・ロズフィールド、奴にだけは負けるわけにいかん。バイロン。それではな、ワイバーン君、また会おう。行くぞ、ラディム。この旅は本当にありがとうございました、ワイバーン様。それでは失礼します。あ、お待ちください、イグナーツ様。気難しいどころか、なかなか面白いやつだった。さて、隠れ家へ戻って、この砥石をブラックソーンに見せてやろう。ブラックソーン、片場の再建について調べてきた。おお、どうだった。まずあんたに見てほしいものがある。これは砥石か。さすがだな、一目でわかるとは。なるほど、いくつもの砥石を持ち替えながら磨いていただなんて。それにしても一心一殺とは。確かにその理念でやり合えば戦も短くなる。結果的に余計な負傷者を減らすことにもつながるか。だが俺たちにはできないやり方だ。なあ、同じ立ち回りをするには極限まで刃を磨き上げ、切れ味を引き出すしかないからな。お前が聞いてきた通り、こんなに目の細かな砥石はここらじゃ取れねえ。つまりあの剣の製法は真似できん。仮に砥石が手に入っても俺たちには武器を使い捨てにできるほどの余裕もない。そもそも剣に対する考え方が違うんだ。同じやり方をしてても意味がないが、
砥石を変えて磨くという技法は応用できそうだぜ。この砥石の代わりに空の文明の遺跡を使って仕上げるだけでも随分と結果は違うはずだ。バリスゼアの剣の丈夫さと外大陸の切れ味の良さ、きっとこの2つを兼ね備えた剣を作れるさ。そうなればみんなも喜ぶな。頼むぞブラックソン。なあ任せておけ。よしやる気になった、早速仕事に戻るぞ。クライブ、ありがとうよ。オーガストのおせっかい野郎には俺から礼を言っておく。ああそうしてくれ。それと今回の礼にお前にとっておきの武器を作ってやろう。素材が揃ったら顔を出すといい。わかった、ありがとう。